ヒメアの未来を占うプリマ昇格試験の始まりといこうか。明日は、アイカさんには無理してでも自信過剰なくらいでいてほしいんです。私がずっと見続けて追い求めてきたのはアキラさんなんです。ありがとう、私のプリンセス。アリア・ザ・ベネディツィオーネ、忘れないあの始まりの日のきらめきを。